ぜひ皆さんデザインもご注目いただければと思います。さあシナモンと合わせて一緒にお写真もお楽しみください。赤い車体が見えてきました。さあこちらのシナモロールのラッピング電車、外装ももちろんなんですけれども内装もシナモンとコラボとなっております。ではここで電車のご紹介させていただきましょう。さあ先ほども申し上げましたが、シナモンはサンリオキャラクターの人気投票で5年連続1位となったキャラクターです。今回は養老鉄道シナモロール、みんなをつなぐトレインキャンペーンは岐阜県と三重県の七市町をつなぐ養老鉄道とシナモンとその仲間たちがコラボレーションすることで、国内海外から沿線の地域へ思いをつなぎ、さらにその思いを未来にもつなぐことで養老鉄道を持続させていくことがコンセプトとなっております。先ほどもご案内した通り、この電車の運行に合わせて今日10月5日からデジタルスタンプラリーが開始となるほか、駅改札前ではこの車両で使われておりますデザインをモチーフとしたオリジナルグッズも販売。さあご覧のようにこのラッピング電車には養老鉄道の沿線の7つの市町の観光スポットが描かれておりまして、揖斐川町の揖斐茶と茶畑、池田町の池田山とタラガライダー、大野町のテーマパークも取り付けられております。そんな地域の魅力とシナモロールの可愛さが詰まったこのラッピング電車、この後いよいよ運行開始と。ラッピング電車のデザインなんかも楽しんでいただければと思います。